やはりこれ以上の兵は招集できぬか。すみません、兄上。いや、よくここまで集めてくれた。大変だっただろう。実際ほぼ手を尽くしてもらった後だからな。そう言ってもらえると少し救われた気がします。とはいえ、やはり集められる兵力はこの辺が頭打ちか。留萌の席を奪還し、九十里と同盟を結んだことによって、それに続く国も出始めた。今動かせる手勢は当初この国に落ち延びてきた頃とは比べ物にならないだろう。来航の策で実質半減していた兵力もある程度回復した今なら、打って出ることも可能なほどだ。それでも朝廷と正面からぶつかって帝都を攻め落とすとなると、まるで足りない。とはいえ、現状でどこまでやれるか試すべきか。兄様、おられますか？猫姉さん。どうした、そんなに慌てて。兄様、これを。これは今しがた届いたです。緊急の要件とのことなのです。うん、これは。兄上、どうかしたんですか？読み間違いはない。しかし、この書面は。発注書が一人、時房様からの同盟の申し入れなのです。そのために、いずる派へ来訪を賜りたいと。なるほど。それで我々が呼ばれたわけですか。確か二人は時房殿の治める士族の出であったな。うん、それは違うぞ。もともとかの地イズル派を治めていたのは我が一族で、こいつはその後釜なのだ。おお、10年ほど前まではですが、もともとイズル派は我らの士族が治めており、それを我が家が長となってまとめ上げていたのです。それも今のようなバラバラな状態ではなく、一体の士族すべてをまとめ上げるほどに。そしてその長をしていたのが、当時発注将でもあった我々の父というわけです。父上は強くたくましく義に厚く、帝の心も絶大で、まさに長の中の長だったのだ。姉上の憧れなんです、その当時の父は。なるほどな。では二人とも時房殿と面識はないのか？うん、あることはあるが。さて、どんな人柄かはちょっとわかりません。昔父と確執があったくらいのことは知っていますが。そうか、つまり会ってみるまでわからないということか。オシトルさんはこの話に乗るつもりですか？正直、この同盟が成立するなら助かるな。相手の意図が知れない限り信用はできないと。そういうことになるな。しかし、この機を逃せば発注書をこちらに引き込める機会はないのでは？うん、確かにいい話ではあるのだが。この機を逃すのは惜しい。ただ問題なのは計り事であるやもしれぬ。やはり罠なのか？その可能性もなくはない。さてさて、
では、どうします？要は、どちらに転んでも、こちらの利になりさえすればいい。ならば、ノスリ、以前お前の家を再興するという話をしたな。ああ、それがどうかしたのか？正常が帝都へご帰還された暁には八中将の位をとも言ったと思うが、あれは本気なのか？少し早いが、ノスリにはこれを機に士族をまとめてもらいたい。だとすれば家督を継がねばならない。そのためには父上を説得せねばならんが。だが、なぜ急がねばならんのだ？戦が終わってからでもよかろう。今ノスリが士族の長になることには政治的な意味がある。政治的な意味？今のままだと、たとえ帝位を奪還しても、お家再興が叶うかは怪しいところだろう。多くの者が褒章を目当てに動くからな。手柄は身分の高い者に奪われ、価格の劣る者たちが割を食うことになる。そうですね。今のままですとそうなるかと。いや、どういうことだ？家柄だけの輩が割り込んできたとき、確たる立場のない我々が割を食うことになるという話ですよ。そうなる前に肩書きを得ておけば少しは動きやすくなるだろう。勢力が大きくなればしがらみも増える。そのための手立てだと思ってくれればいい。それにノスリが長となり一族をまとめられれば、その分高い地位を与えるのもたやすくなるからな。つまり私が家督を継げば家の再興に近づくのだな。そういうことだ。うん。受けるのがよろしいかと。双方に利点のあることです。そうか。まあ、きっと面白そうだからとか、そんな理由なんだろうな。まさかオシトルがそこまで我々のことを考えてくれていたとはな。今の話にはこちらの打算も大きいんだから。善は急げても言うからな。父上にも会うとなれば早々に準備せねば。家督の相続については無論、それがしも同行し口添えしよう。案内を頼めるか？礼を言うぞ。まあ時房殿に会うために近くまで行くのだ。そのついでに立ち寄ればいい。ここがノスリたちの故郷、イズルハなんだ。道がすごくデコボコなのです。といってもまだほんの入り口だが、奥地にはもっと深い森もある。それで、あとどれほどあるのだ？もう少しかかるかと。何せ父上は隠遁していますので。そうか。当初の予定よりだいぶ大所帯になってしまったな。
おや、こめかみなど押さえたりして、どうしました？聞くな。分かっているだろうに。いいではありませんか。旅は道連れ、とも言いますし。自分の管轄ではないとばかりに気楽な子。まあ今回はそれなりの軍勢を率いてきた。連中は目立たぬよう街道を通らず行軍し、すでにイズルハの国境に潜んでいる。いざとなれば縁な神より増援を呼ぶことも可能だ。心配なのは王女さんだが、この前のように密かについてこられても対処しづらい。いっそ目の届くところにいてくれた方が安全と考えるべきか。守りは以前より固められているし、装いも普段着代わりの略装をさせている。その正体に気づく人は限られるはずだ。王女さんが直接狙われる可能性は低いだろう。それに王女さん自身が腰を上げたとなれば、話し合いを優位に進めることができる。ノスリーたちの父は元発注所であり、忠義に熱い男だと聞く。わざわざ訪ねてきた王女さんを袖にするような真似はしないだろう。もっとも、そのためにはまずノスリーたちの父に会わなくてはならないのだが。このような奥地に住んでいるとは。王妃の話からヨステリトという印象はあったが、これは想像以上かもしれん。ここから先は徒歩になる。あの、この先に道はないようですけど。まあ隠れるように暮らしているからな。つまりこの森を抜けていくしかないのだな。なんじゃ、結局歩くのではないか。聖女、お手を。うむ。荷車や付き人をここで待たせておいても問題はないのか。この辺りは人を襲うような獣は生息していませんし、俗に襲われる心配もありません。心配無用かと。なあ、まだ着かないのか。お、あ、もうちょっとだ。もうちょっとってどのくらいだ。半時ほどか。半時ってどのくらいだ。なぬ、それはだな、なんというか。ん、それはね、しーちゃん、歌を歌いながら行けばあっという間くらいなの。あっという間か。ええ、一緒に行きましょう。森を歩こう、一緒に歩こう。森を歩こう。もう、役とワルト、二人から絶対に目を離さない方がいいかな。私も十分に気をつけるから。突然どうした。びっくりするではないか。あ、いやいや、そんなに慌ててどうかしたのけ。いや、なんでもない、なんでもないんだ。まあいいんやけど。それにしてもノスリハンのトト様ってデートでの暮らしからこんな何もないところに引っ込むなんて物好きなんやね。まあ私もここまで偏僻なところに住まなくてもとは思うのだが。父上は表向き国外に追放されたことになっていますからね。仕方がないのです。まあ、
先ほどからノスリの様子がおかしいな。お家再興のためとはいえ家を飛び出したんだ。もしかしたら帰りづらいのか。しかしここまで来てノスリの心の整理ができるのを待つわけにもいかんしな。状況がノスリの意識を揺さぶることに期待するしかないか。ねえ、早く出発した方がいいんじゃないかな。このままだと日が暮れてしまうと思うけど。そうだな、手荷物だけ持って出発しよう。ここが。ええ、目的の場所です。なんだか綺麗に整ったお庭のような感じがします。確かに、まるで絵の中の風景を見ているようだ。まあ、何もないところだ。のどかでいいところだと思うのだが。おお、お客さんかい。ただいま戻りました、父上。相変わらずお元気そうで何よりです。やはりノスリたちの父か。そりゃお互い様だな。で、そちらさんは。お初にお目にかかる。それがしはオシトルと申す者。以後お見知りおきを。ほう、お前が噂のオシトルね。で、そっちの女将軍は最近発注将になったムネチカとやらかい。若輩者である小生のこともご存知だったとは、誠に恐縮です。むしろガキ大将がそのまま年を取ったような感じか。父上、オシトル殿が名乗ったのだから父上も名乗るべきではありませぬか。おお、そうだったな。元宝と申す。娘らが世話になっているようだな。ああ、いや、こちらこそ。何にしても立ち話ってことはあるまいよ。せっかくだから我が家に行って。何人連れてきてるんだお前ら。それに。ん？何じゃ。まさか気づいたのか。王女さんと会っていたとしても、おそらく赤ん坊の頃。すっかり見た目が違うはずだぞ。まあいいさ、爪で入るだろう。俺ついてきな。相変わらずですね。なんせお前らが飛び出してからは俺の一人住まいだからな。まあ適当に座れ。ここには礼儀を気にするようなやつはいねえからな。
さて、どう話を切り出すか。奥義の父ともなれば、迂闊なことを口走ったら足元を救われかねない。突然の来訪、また大勢で押しかけたこと、誠に申し訳ない。さらにはこうして席を設けていただいたことを深く感謝する。何、構わんさ。畑仕事はもう終わっているからな。あとは日が暮れるまでのんびりと釣りでもしようかと思ってたところだ。おお、釣りをたしなまれるか。こんな陽気の日に木陰で杯を傾けつつ釣り糸を垂らすなどできましたら、まだ格別でしょうな。あんたもやるのかい。噂を聞く限りじゃ、面白みのない堅苦しい男だの、卑劣感だの、散々な言われようだったが、分かってるね。何が真実かってのは、会ってみりゃ一目瞭然ってことよ。酒も釣りも、たしなむ程度の若輩者ですが、しかし、ここは良いところですな。緑豊かで暖かく、風穏やかで、辺りには生命の息吹を感じる。ああ、ここはいいぞ。土地が豊かでね。贅沢しなければちょいと働くだけで、あとは悠々自適に暮らしていける。狩りや釣りを趣味として、時には親しい奴らと将棋を打ったり、歌を競ったり、飲んで騒いでってな。それはなんとも粋な暮らしですな。いやはや、羨ましい。その絵、描きかけのようですが、もしや玄鳳殿が。ああ、最近血と凝っててな。これが難しい上に奥深くてな。なかなかに面白いときたもんだ。これなんか自分じゃ結構うまく描けたと思ってるんだが。そのお花、はあ、綺麗。すごくお上手です。ほっほ、お世辞抜きでそう言ってくれるとは嬉しいね。でもそのお花、何のお花ですか？見たことないお花ですけど。異国の花だからな、見たことないのも無理ないさ。こんな偏僻なとこにまで来てくれる知り合いがくれた花でな、彼女にとっても思い入れの深い代物らしい。何でも家族や小さな幸せなんかを象徴する花だそうだ。あの、そのお花はどこに咲いているんですか？この花がどうかしたのか？あ、うん、私の故郷によく咲いていたお花だからちょっと懐かしいかなって。それにちょっと思い入れのあるお花だから。ほほう、なんなら摘んで帰るかい？裏庭の花壇に咲いてるが。いいんですか？なーに、そういうことなら少しくらい構わんさ。ああ、そうそう、お前ら行ける口かい？今年の仕込みは上々でな、こんな偏僻なとこまで来たんだ。客をもてなさねえのは仁義に反する。はいはい、大好物やい。ほほう、嬉しいこと言ってくれるじゃない。あの、こんな時間からお酒は。まあまあ、せっかくのお誘いなんやし、ええと思うけどな。腹終わって話すのはやっぱ宴会が一番と思うんよ。うちの男たちも殴り合いの喧嘩した後には飲んで騒いで仲直りする。そう来なくっちゃな。よし、ならとっておきの馳走してやるか。
ほんとけ？おじさま最高。なんのなんの。姉さま、よろしいのですか？いいんじゃないかな。親睦を深めるためにお酒の席を設けて腹を割って話すというのは、私の実家でもよくやっていたし。姉さま、本当だから、お酒を飲むための口実とかじゃないから。ほほう、自前の杯とは。しかも夜空のような漆黒の中に明星のごとく輝く散りばめられた金の湯滴。そっちの姉ちゃん、ただもんじゃねえな。そちらこそ、これがわかるなんて。わかるも何も、そりゃわかんねえ方がどうかしてるね。お気に入りなんですけど、どっかの誰かさんにはボロギギリみたいな色だなとか言われちゃったから、ちょっとね。おお、そいつもか。好みは人それぞれだが、そいつはもう少し見る目を養った方がいいな。私もそう思うかな。まさか自分のことを言ってるのでは。それじゃあ客人を働かせるのは気が引けるが、ちょいと主演の準備を手伝ってもらえるかい？お手伝いか。シナモンはお手伝い得意だろ。元気のいいお嬢ちゃんじゃねえか。お嬢ちゃんには何か菓子を食わしてやろう。さて、今酒とつまみを。父上。父上に折り入って話がある。私たちは。やれやれ、まったく無粋なやつだ。な、何？要はお前、自分に家督を譲れって言いに来たんだろう。たく、お前は相変わらずこらえ性がねえっていうか。やはりこちらの思惑などお見通しだったというわけか。だが向こうから話題を振ってくれたのはありがたい。お分かりになりますか。だから言ったろうが、お前が噂のってな。ヤマトのきな臭さはこんな偏僻なところにいても匂ってくるほどだからな。戦をやるには兵がいる。この辺は独立してる士族も多いし、数を集めるにはうってつけだ。では。だがダメだ。なぜです、父上。ここで正統である姫殿下に加勢すれば家の再興も夢では。やっぱりそんなくだらないこと考えてやがったか。なあ、オシトル殿、俺はな、てめえのガキにお家だの士族だのなんて重てえもんを背負わせるつもりはねえんだ。なぜだ、父上。私にはちゃんと一族を背負って立つ覚悟がある。覚悟なんて言葉を軽々しく使うんじゃねえ。だいたいお前、一旗あげると言ってここを飛び出してから何かなしたのか。どうせやんちゃばかりしてそこにいる皆様に迷惑ばっかりかけてたんだろう。自分のケツを拭けないもんが偉そうな口を聞くもんじゃねえ。今の言葉聞き捨てならぬぞ。ほう。これは親子の問題だ。部外者が口を出していいもんじゃねえな。そんなこと世の知ったことではない。良いか元宝。
良いか元宝よ、今のヤマトの動乱を収め、帝都を正しき知性。よく見えな、もっと上じゃ。何を見ながら言っている。まだるっこしい。何も知りもせんとつまらん言いがかりをつけるな。ノスリはな、世を救ってくれた恩人なのじゃ。ノスリだけではない、ここにいる皆が手を差し伸べてくれたからこそ世はここにおる、この者たちだけなのじゃ。世のそばにいてくれたのはこの者たちだけが世に。そのノスリを貶めることは世が許さん。正常。やはりそうであらせられました。これまでの無礼お許しあれ、姫殿下。やはりこれも気づかれていたか。ならばこちらも王女さんの言葉を盾に押し切るまで。元宝殿。ん？ノスリが何をなしたか、そうおっしゃいましたな。ああ、確かに言ったね。では、これでもまだわかりませぬか。ん？ちっともわからないね。一体こいつが何をなしたって言うんだい。正常の大いなる信頼。ほう。強兵のためとはいえ、正常が恩自らここへと足をお運びになった。そして先ほどのお言葉、その意味わからぬとは思えませぬが。つまり娘は姫殿下の覚えがめでたいってわけか。このヤマトの帝となるべき姫殿下の。そう、これぞノスリが正常の長身であることの孫をことなき証。それでもまだ足りませんかな。うむ、その通りだ、その通りであるぞ。成長。我が命正常に捧げまする。いやいや、こいつは一本取られたな。そうまで言われちゃ何もなしてないとは言えねえな。そこまで信頼を寄せられたら裏切るわけにはいかねえか。では正常の恩ため何とぞお力添えを。ああ、いいぜ。こんなに面白いメンツが揃ってるんだ、一枚噛んでみるのも悪くねえ。父上。元宝よ、感謝するぞ。ただ、ん？お家再興となるとちと問題がありますが。問題？ああ、そもそもうちはお家断絶、俺は国を追放された身だ。今さらお家を再興したところで他の連中を集められるとは思えない。何をおっしゃるか。父上が声をかければ皆喜んで馳せ参じましょうに。そりゃ恩を売ったつもりはねえが、長としていろいろと連中の面倒を見てやったからな。少しでも義理がたいやつなら声に応じてくれるだろうさ。ではだが、そいつは俺が声をかけたらの話だ。その娘にまで従うってやつはどのくらいいると思う。それはましてや、家の命運を分けることともなればなおさらだ。跡継ぎというだけで何の力も示さない小娘の声に従うほど
連中は能天気でもお人よしでもねえぞ。大体こいつはお前が首を突っ込んだ喧嘩だ。この喧嘩に親がしゃしゃり出てくるほどみっともないことはない。お前がもう寝小便たれのガキじゃねえって言うなら、てめえで何とかするってのが筋じゃねえのか。つまりそれは、やはりノスリ自身の力で士族をまとめなければならぬということだ。そういうことだな。でどうやって連中に認めさせる。はあ、やれやれ、後先考えないのは相変わらずか。まあ手っ取り早いのは士族の連中に金印を掲げてみせることだな。金印？ああ、お前には見せたことがなかったな。大昔に先の帝より授かった我ら士族に代々伝わる王様の証だ。後ろには帝が控えてるって証拠にもなるから、そこいらの奴らなら見ただけでビビっちまう。まあ帝がお隠れになられた今ではどこまで通用するかわからんが、それでも我らが士族の王様たる証には変わりない。あの武来将軍も持っていたあれですね。ああ、あれか。確かにありゃ効果てきめんだったな。わあ、面白かったな。要するにそれを持ってるやつがこのイズル派で一番偉いってことになると言いたいのかい。そんなところだな。イズル派は寄り合い所帯みたいな国だ。そういう見印に集まる人や力には侮れねえもんがある。だから正面切って長の権威に逆らうなんざ、よっぽど知恵と人徳がない限り派生に行くぜ。おかげでそいつがあればイズル派の中じゃ少々の無理無茶も押し切ってしまえるって寸法だ。貧弱坊やだったあの時房が長となれたのも金印のご意向ってのが大きい。なるほど、それを手に入れさえすれば私に家督を譲ってもらえるのだな。譲るも何も、士族をまとめて長に収まってしまえば結果的にそうなるもんだ。ならば今すぐにでも金印を手に入れて。して父上、その金印は。たくお前は本当昔から人は話を聞かねえな。さっき言ったろ、時房が長となれたのも金印のご意向ってのが大きいってな。ああ。要するに金印は時房のところだ。そいつをこっちに取り返さなきゃならねえ。どうするノスリ、こいつはちょいと厄介だぞ。なんせあいつも金印を頼みにしてるわけだからな。おいそれと渡してはくれまい。それでも私は長とならねばならぬのです。今は昔とはいえ、かつては八中将にまで列した家柄を継ぐこと、たやすいことでないのは分かっております。ですがこれはきっと天が与えた試練に違いない。これを乗り越えてこそ長にふさわしいものとなれるのだと。あ、それに時久殿とてエベンクルガの男、事の真相を知れば心よく譲ってくれましょう。我らエベンクルガ族は義に生きるものですからな。ああ、さすがは姉上、その澄み切った志に心洗われます。おい奥義、ちゃんとこいつの面倒を見てくれと頼んどいたろうが。ええ、ですのでこのように誠心誠意面倒を見てますが。ああ、お前はそうだったな。二人とも何の話をしている。まあいい、できるってんなら止めやしねえが。まあ天下の右近衛大将がついてるんだ、めったなことはあるまい。それは確かに天下の右近衛大将なのですから。やれやれ、仕方ないか。ならばこちらからも金印を譲ってもらいやすくなるよう
時房殿の地位の保証など提言してみよう。場合によってはノスリには発注商への推挙を諦めてもらうことにもなるな。そんな大それたことまで目論んでいたのか。構わんぞ、発注商はあくまで余力、本命はお家再興だからな。家を再興できるなら別に惜しくもなんともない。さすがは姉上、発注商の地位を余力と言い切るその姿勢、めまいがするほど感動的です。だがそういうところはどこのドイツに似たのかね。ちょうどこの後時久殿へ会いに行くところ、見ててください。父上、見事時久殿を説得して金印を手にしてみせましょう。しかし時房の腹はまだ見えていない。金印についてはノスリに任せっきりにするわけにはいかんか。申し訳ない、せっかくの主演の誘いだったが、ここでおいとまさせていただきたい。できれば帰りに祝宴を開ければよいのだが。気をつけな。うん？あくまで風の噂だがな、時房が色目を使っているのはあんたらにだけじゃないみたいだぜ。見えてきましたね。あれが時久殿の居城です。そうか。さすがの姉上も緊張しますか。仕方なかろう。長の明かしたる金印、是が非でも譲ってもらわねばならんのだ。正常の皆の期待に応えるためにも、私はノスリらしくないかな。そんなに緊張するなんて。確かにこの程度で重圧を感じてしまうとはノスリらしくない。私とて緊張くらいする。だとしても威風堂々として笑い飛ばすのがいつものノスリだと思うな。しかしだな、金印を譲り受けられるかで何もかも違ってくる。お家再興や家督だけじゃなく、これからの戦いとか考えると、正常にああ言ってもらえた手前、無様な結果をさらすわけにはいかんだろう。さすがのノスリも期待の大きさや責任の重さを意識するようになったか。しかしこちらでも支えるつもりとはいえ、舞台に立つのはあくまでノスリだ。こうも緊張していてはまずい。そう心配するな、すでに次の手は考えてある。何？それならば金印などなくともノスリが長として認められることになるだろう。なんと。ここへ来たのは予定していた時房殿との接見のためであって、金印の方はついでだ。最悪ここで金印が手に入らなくても大きな問題にはならぬよ。それならそうとなぜ先に言わない。無駄に焦ってしまったではないか。自作はあくまで自作、金印があった方がはるかに楽であるからな。できることならここで金印を手に入れておきたいのは変わらない。だからあまり気を抜かれても困るが、それほど気負う必要もない。それがしを信じて接見に臨まれよ。そうか、皆の期待に応えねばと緊張するあまり少し弱気になっていたようだ。私としたことが情けない。しかし私なりに精一杯やってみるつもりだぞ。ああ、それがしも期待している。うむ。本当に頼むぞ。別の策なんてのは何も考えちゃいないんだからな。
さすが、オシタルかな。ん？金印を使わなくてもオサトに試させる方法をすぐに思いつくなんて。私もいろいろと考えてはみたけど、正直お手上げ状態だったもの。おお、ええ、さすがです。僕もいろいろと考えてみたんですが、なかなか難しくて。当然だ。戦は常に万が一に備えるもの。そもそも金印を使う手立ては元宝殿より授かった知恵ではないか。それとは別に考えていたというだけのこと。そういえばそうですね。ところで一体どのような策を。いや、それはノスリには適度に気を引き締めてもらわねばならんからな。他の者が気を緩めてしまってはノスリがその雰囲気に飲まれる可能性がある。それは好ましくないだろう。なるほど、それもそうですね。うん、気を引き締めないとね。やれやれ、急に焦らすこと言うな。まさかあの場でそんな策などないとは言えんからな。強いて言うな、この出任せ自体が自作か。よし、行くぞ。まあ、やれるだけのことはやっておこう。ノスリ、言っておくが、別の策があるというだけで金印がなくてもいいというわけではないぞ。分かっている。大船に乗ったつもりで任せておけ。何事があろうとも威風堂々、それがいい女というものだ。まあ少々不安ではあるが、お前がいい女には違いないか。よく来てくださったオシトル殿、久しぶりですな。ああ、久しいな。どうやら変わりなさそうで何よりだ。おかげさまで。最後にお会いしたのは正常の御前でしたな。いや、しかしお元気そうで何より。ところでオシトル殿は後ろのお三方とだけで参られたのかな。あまり大人数で押しかけるのも迷惑かと思いましてな。そのような気を使っていただく必要はなかったのですが。やはり王女さんが来ることを期待していたか。発注書ともなれば王女さんが本物だということくらい気づいているはず。さすがに時房が敵か味方かわからない状況で王女さんが連れてくるわけにはいかんからな。正常には我らとの同盟締結後にお目通りいただくことになりまする。ああ、いや、それは当然でしょうな。同盟を結ぶまでは警戒するに越したことはありません。さて、時房殿、その表情は何を意味する。いつまでもここで立ち話というわけにもいきますまい。さあさあ、中に。では失礼いたす。あれは奥義、気づいたか。ええ、妙に物々しいですね。ああ、まるでこれから出陣するみたいだ。確かに物々しいな。数もそうだが、皆鎧で身を固めている。まるで戦に赴くようだ。それとは別に、あの男は。ねえオシトル、気づいてる？ああ、クオンも気づいたか。時房から
ふんどしがはみ出てひらひらとはためいていることに気づいたときは笑いをこらえるので精一杯だった。なんという恐ろしい男、こちらを油断させる罠に違いない。さすがはオシトルだね。あちこちから視線を感じる。うん、見られてるとかじゃない。これは寝踏みされてる。そうだな。向こうからすればこちらが裏切る可能性も十分にある。備えるに越したことはないということだろう。そうだよね。しかし王女さんが来ていないことに対するうろたえようと城の厳重さ、何か噛み合ってないような気がする。そういえば元宝はあの時。オシトル殿、さあこちらへ。うん。